の宮沢賢治ゴーシュは町の活動写真館でセロを引く係でしたけれどもあんまり上手でないという評判でした上手でないどころではなく実は仲間の学習の中では一番下手でしたからいつでも学長にいじめられるのでした 昼過ぎみんなは楽屋に丸く並んで今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていましたトランペットは一生懸命歌っていますバイオリンも二色風のようになっていますクラリネットもボーボーとそれに手伝っていますゴーシも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてしんとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。と底てててててててい。ここからやり直しはい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして、額に汗を出しながらやっと今言われたところを通りました。 ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。セロ、糸が合わない。困るなあ。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがなあ。みんなは気の毒そうにしてわざと自分の符を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。 これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から、はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、 ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこでさっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。空と思って引き出したかと思うといきなり学長が足をどんと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ。まるで鳴っていない。この辺は曲の心臓なんだ。 それがこんなガサガサしたことで。諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金靴火事だの里親のデッチなんかのより集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだおい、シュ君、君には困るんだがな。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも、 感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。好機ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。 休んで6時にはかっっきりボックスへ入ってくれたまえみんなはお辞儀をしてそれからタバコをくわえてマッチを吸ったりどこかへ出て行ったりしましたゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが気を取り直して自分だけたった一人今やったところを初めから静かにもう一度引き始めました。 その晩遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といっても、それは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は川の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。 それは何でもないあの夕方のゴツゴツしたセロでしたゴーシュはそれを床の上にそっと置くといきなり棚からコップを取ってバケツの水をゴクゴク飲みましたそれから頭を一つ振って椅子へかけるとまるで虎みたいな勢いで昼の歩を引き始めました歩をめくりながら引いては考え考えては引き けんめいしまいまでいくとまたはじめからなんべんもなんべんもゴーゴーゴーひきつづけましたよなかもとうにすぎてしまいはもうじぶんがひいているのかもわからないようになってかおもまっかになりめもまるでちばしってとてもものすごいかおつきになりいまにもたおれるかと思うようにみえましたそのときだれかうしろのとうトントンとたたくものがありました「ほうしゅくんか?」 うしは寝ぼけたように叫びました。よにびまところがすっと通うして入ってきたのは今まで五六編見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきてゴーシュの前に下ろして言いました。ああくたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだとゴーシュが聞きました。これお土産です。 食べてください三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんにどなりつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。第一俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって俺の畑のやつだ。何だ赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。う言ってしまえ、猫め。 すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが口のあたりでニヤニヤ笑って言いました「先生そうおこりになっちゃお体にさわりますそれよりシューマンのとろめらいをひいてごらんなさい聞いてあげますから生意気なことを言うな猫のくせにセロヒキはシにさわってこの猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました」「いやご遠慮はありませんどうぞ」 私はどうも先生の音楽を聴かないと眠れないんです。生意気だ、生意気だ、生意気だ。ゴーシはすっかり真っ赤になって、昼間学長の下ように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では、引くよ。ゴーシは何と思ったか、戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。 すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けととろめらい、ロマチックシューマン作曲。猫は口を拭いて済まして言いました。そうか、とろめらいというのは、こういうのか。セロ引きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。 それからまるで嵐のような勢いでインドの虎がりという符を弾き始めましたすると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたがいきなりパチパチパチっと目をしたかと思うとパッと戸の方へ飛びのきましたそしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが戸は開きませんでした猫はさあこれはもう一生一大の失敗をしたというふうに慌て出して目や額からパチパチ火花を出しました すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあこうしてはいられないぞというように、はせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなって、ますます勢いよくやり出しました。先生、もうたくさんです。たくさんですよ。ご章ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ。 これからトラを捕まえるところだ猫は苦しがって跳ね上がって回ったり壁に体をくっつけたりしましたが壁についた後はしばらく青く光るのでしたしまいは猫はまるで風車のようにぐる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 ごうを回りましたごうしも少しぐるぐるしてきましたのでさあこれで許してやるぞと言いながらヨーヨーをやめましたすると猫もケロリとして「先生 今夜の演奏はどうかしてますねと言いましたセロヒキはまたぐっと尺に触りましたが何気ない風で巻き薪煙草を一本出して口にくわえそれからマッチを一本取ってどうだい具合を悪くしないかい舌を出してごらん猫は馬鹿にしたように尖った長い舌をべろりと出しましたはは少し荒れたね セロ引きは言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って頭でドンとぶっつかってはヨロヨロとしてまた戻ってきてドンとぶっつかってはヨロヨロまた戻ってきてまたぶっつかってはヨロヨロ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが出してやるよ。 もう来るなよ、バカ。セロ引きはとを開けて猫が風のようにかやの中を走っていくのを見てちょっと笑いましたそれからやっとせいせいしたというようにぐっすり眠りました次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきましたそして水をごくごく飲むと夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました12時は間もなく過ぎ。 1>, 1時も過ぎ2時も過ぎても、ゴーシュはまだやめませんでした。それからもういつだかもわからず、引いているかもわからず、豪語をやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのか。ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からボロンと音がして、1匹の灰色の鳥が降りてきました。床へとまったのを見ると、それは括弧でした。 鳥まで来るなんて何の用だゴーシュが言いました音楽を教わりたいのです格好取りは済まして言いましたゴーシュは笑って音楽だとお前の歌は格好格好というだけじゃないかすると格好が大変真面目にうんそれなんですけれども難しいですからねと言いました 難しいもんかお前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで泣きようは何でもないじゃないかところがそれがひどいんです例えば「カッと「こう」泣くのと「カッと「こう」泣くのでは聞いていてもよほどちがうでしょうちがわないねではあなたにはわからないんです私らの仲間なら「カッと「一万」言えば「一万」みんなちがうんです 勝手だよ。そんなにわかっているなら何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが私はドレミファを正確にやりたいんです。ドレミファもクソもあるかええ、外国へ行く前にぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか先生どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。うるさいな。 そら三遍だけ引いてやるから済んだらさっさと帰るんだぞゴーシュはセロを取り上げてボロンボロンと糸を合わせてドレミファソラシドと引きましたするとカッコウは慌てて羽をバタバタしました違います違いますそんなんでないんですうるさいなではお前やってごらんこうですよカッコウは体を前に曲げてしばらく構えてから 格好。と一つ泣きました。なんだいそれがドレミファかい。お前たちにはそれではドレミファも第六交響楽も同じなんだな。それは違います。どう違うんだ難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろうセロ引きはまたセロを取って、 と続けて弾きましたするとカッコは大変喜んで途中からカッコ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 とついて叫びましたそれももう一生懸命体を曲げていつまでも叫ぶのですゴーュはとうとう手が痛くなって「こらいい加減にしないか」と言いながらやめました

俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰らんか。どうか、たったもう一遍お願いです。どうか。かっこうは頭を何遍もコンコン下げました。では、これっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。かっこうはくっと一つ息をして。では、なるべく長くお願いいたします。と言ってまた一つお辞儀をしました。 嫌にな,っちまうなするとカッコーはまたまるで本気になって「カッコカッコカッコと体を曲げて実に一生懸命叫びましたゴーシュは初はめはむしゃくしゃしていましたがいつまでも続けて弾いているうちにふっとなんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました どうも引けば引くほど格好の方がいいような気がするのでした。へい、こんなバカなことをしていたら、俺は鳥になってしまうんじゃないか。と、ゴーシュはいきなりぴたりとセロをやめました。するとカッコーはドシンと頭をたたかれたようにフラフラっとして、それからまたさっきのように、かっこーかっこーかっこーかッかッかと言ってやめました。それから恨めしそうにゴーシを見て、 なぜやめたんですか僕らならどんな育児ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ」と言いました何を生意気なこんなバカな真似をいつまでもしていられるかもう出ていけ見ろ夜が明けるじゃないかゴーシュは窓を指さしました東の空がぼーっと銀色になってそこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています では、お日様の出るまでどうぞ。もう一んちょっとですから。カッコうはまた頭を下げました。黙れ、いい気になって、このバカどりめ。出ていかんとむしって朝飯に食ってしまうぞ。ゴーはドンと床を踏みました。するとカッコはにわかにびっくりしたように、いきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけて、バタッと下へ落ちました。 なんだガラスえバカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、また格好がバッとぶつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから、待っていろったら。 ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けたときカッコーは起き上がって何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめてあらん限りの力を込めた風でパッと飛び立ちましたもちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たってカッコーは下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした捕まえてドアから飛ばしてやろうとゴーシュが手を出しましたらいきなりカッコーは目を開いて飛びのきました そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのですゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りましたガラスは二三枚ものすごい落として砕け窓は枠のまま外へ落ちましたそのがらんとなった窓の跡をカッコが矢のように外へ飛び出しましたそしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んで行ってとうとう見えなくなってしまいました ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたがそのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました次の晩もゴーシュは夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますとまた戸をコツコツ叩くものがあります今度は何が来ても夕べの格好のようにはじめからおどかして追い払ってやろうと思ってコップを持ったまま待ち構えておりますと戸が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました ゴーシュはそこでその戸をもう少し広く開いておいてドンと足を踏んで「こらタヌキお前はタヌキ汁ということを知っているか」と怒鳴りましたするとタヌキの子はぼんやりした顔をしてきちんと床へ座ったままどうもわからないというように首を曲げて考えていましたがしばらくたって「タヌキ汁って僕知らない」と言いました ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたがまだ無理に怖い顔をして「では教えてやろう」「たぬき汁というのはなお前のようなたぬきをなキャベジや塩と混ぜてくたくたと煮ておれの食うようにしたものだ」と言いましたするとたぬきの子はまた不思議そうに「だって僕のお父さんがねゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行ってならえ」と言ったよ と言いましたそこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ。俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ会わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そらこれ。 たぬきの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ、愉快な馬車やってジャズかああ、この符だよ。たぬきの子は背中からまた1枚の符を取り出しました。シュは手に取って笑い出しました。はぁ、あ、変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。 お前は小太鼓を叩くのかゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思ってチラチラそっちを見ながら弾き始めましたするとタヌキの子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めましたそれがなかなかうまいので弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いましたおしまいまで弾いてしまうとタヌキの子はしばらく首を曲げて考えました それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの二番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュははっとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し経ってからでないと音が出ないような気がゆうべからしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセローは悪いんだよ。とゴーシュは悲しそうに言いました。 するとたぬきは気の毒そうにして、またしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。ではもういっぺん引いてくれますか？いいとも引くよ。ゴーシュは初めました。たぬきの子はさっきのようにトントン叩きながら時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来たときは今夜もまた東が,がぼーっと明るくなっていました。あ、夜が明けたぞ。 どううもありがとタヌキの子は大変慌ててふや棒切れを背中へ背負ってゴムテープでパチンと留めておじぎを2つ3つすると急いで外へ出て行ってしまいましたゴーシュはぼんやりしてしばらくゆうべの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが町へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました。 次の晩も豪子は夜通しセロを弾いて、明け方近く思わず疲れて楽器を持ったままうとうとしていますと、また誰か戸をコツコツ叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなので豪子はすぐ聞きつけて、お入り、と言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでした。 そして大変小さな子供を連れてちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきましたそのまたノネズミの子供と来たらまるで消しゴムのくらいしかないのでゴーシュは思わず笑いましたするとノネズミは何を笑われたろうというようにきょろきょろしながらゴーシュの前に来て青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました「先生、この子が塩梅ばいが悪くて死にそうでございますが」 先生、お慈悲に直してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか。ゴーシは少しむっとして言いました。すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生、 先生のおかげで、うさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪の耳づくまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとは、あんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの間違いだよ。俺は耳づくの病気何度治してやったことはないからな。もっともたぬきの子は、言うべきて、学体の真似をしていったがね。はっ。 ゴーシュはあきれてその子ネズミを見下ろして笑いましたするとノネズミのお母さんが泣き出してしまいました「ああこの子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかったさっきまであれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに病気になると一緒にピタッと音が止まってもうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんてなんて不幸せな子供だろ」う。ゴーシュはびっくりして叫びました「何だと?」 僕がセロを引けばミミズクやウサギの病気が治るとどういうわけだそれは野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。はい。ここらのものは病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。すると治るのかはい。体中とても血の周りが良くなって大変いい気持ちですぐに治る方もあれば、家へ帰ってから治る方もあります。 ああそうか俺のセロの音がゴーゴー響くとそれがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのかよし分かったよやってやろう郷シュはちょっとギュウギュウと糸を合わせてそれからいきなりネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました私も一緒についていきますどこの病院でもそうですからおっかさんの野ネズミは気違いのようになってセロに飛びつきました お前さんも入るかねセロヒキはおっかさんのノネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが顔が半分しか入りませんでしたノネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました「お前そこはいいかい落ちるときいつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかいいいうまく落ちた。 子供のネズミはまるで蚊のような小さな声でセロの底で返事しました大丈夫さだから鳴き声出すなと言うんだゴーシはおっかさんのネズミを下に下ろしてそれから弓を取ってなんとかラプソディーとかいうものをゴーゴーガーガー弾きましたするとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたがとうとうこらえきれなくなったふうでもうたくさんです どうか出してやってください。と言いました。なんだこれでいいのかゴーシュはセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたら間もなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見るとすっかり目をつぶってブル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 震えていました。どうだったのいいかい気分は。 子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったまま、ブル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 震えていましたが、にわかに起き上がって走り出しました。ああ、良くなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来てしきりにお辞儀をしながら、ありがとうございます。ありがとうございます。と、遠ばかり言いました。ゴーシュは何がなか会いそうになって、 おいお前たちはパンは食べるのかと聞きました。すると野ネズミはびっくりしたようにきょろきょろあたりを見回してから。いえもうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたものでふくふく膨らんでいておいしいものなそうでございますがそうでなくとも私どもはお家のとならへなどまいったこともございませんしましてこれくらいお世話になりながらどうしてそれを運びに何度まいれましょう。 と言「いましたいやそのことではないんだただ食べるかと聞いたんだでは食べるんだなちょっと待てよその腹の悪い子供へやるからな」「ゴーシュはセロを床へ置いて戸棚からパンを一つまみむしって野ネズミの前へ置きました」「野ネズミはもうまるでバカのようになって泣いたり笑ったりおじぎをしたりしてから大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出て行きました」 ああ、ネズミと話しするのもなかなか疲れるぞ。ゴーシュは寝床へどっかり倒れてすぐぐーぐー眠ってしまいました。それから6日目の晩でした。近世音楽団の人たちは町の公会堂のホールの裏にある控え室へみんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。守備よく第6交響曲を仕上げたのです。 ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長はポケットへ手を突っ込んで拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコを加えてマッチを吸ったり楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。 それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけて、司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。すると学長がキッとなって答えました。いけませんな。こういう大物の後へ何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんでないんです。 では、学長さん、出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、ゴーシ君、何か出て弾いてやってくれ。私がですかゴーシはあっけに取られました。君だ、君だ。バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあ、出て行きたまえ。学長が言いました。 みんなもセロを無理にゴーシュに持たせて戸を開けるといきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいましたゴーシュがその穴の開いたセロを持って実に困ってしまって舞台へ出るとみんなは空見ろというように一層ひどく手をたたきましたわーと叫んだものもあるようでしたどこまで人をバカにするんだよし見ていろインドのトラがりを引いてやるからゴーシュはすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ました それからあの猫の来た時のようにまるで怒った象のような勢いでトラがりを引きましたところが聴衆は死因となって一生懸命聞いていますシュはどんどん引きました猫がせつながってパチパチ火花を出したところも過ぎましたとえ体を何遍もぶっつけたところも過ぎました 曲が終わるとゴーシュはもうみんなの方などは見もせずちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みましたすると楽屋では学長をはじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとしてひっそりと座り込んでいますゴーシュは破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いていって向こうの長い姿どっかりと体を下ろして足を組んで座りました するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けてゴーシュを見ましたがやはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした今夜は変な晩だなゴーシュは思いましたところが学長は立って言いましたゴーシュ君、よかったぞあんな曲だけれどもここではみんなかなり本気になって聞いていたぞ一週間か十日の間にずいぶん仕上げたな 10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だやろうと思えばいつでもやれたんじゃないか君仲間もみんな立ってきて「よかったぜ」とゴーシュに言いましたいや体が丈夫だからこんなこともできるよ普通の人なら死んでしまうからな学長が向こうで言っていましたその晩遅くゴーシュは自分の家へ帰ってきました そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けていつかカッコーの飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら。ああ、カッコー。あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。と言いました。